はい、すみやか TV チャンネルです。今日は川崎市ですね。川崎市の梶ヶ谷に来ておりますが、こちらカフェ泉さんというカフェなんですけど、こちらでですねスリランカカレーがランチ数量限定で食べられるということでやってまいりました。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、こんにちは。どうも。いらっしゃいませ。はい、いつからやられてるんですか？6月ぐらいからですね。どうですか、結構人気ですか？初めての方とかいらっしゃったり、たまにスリランカ人の人が来るとドキッとしますけども、あの昼間しかやってないので、はい、夜やればね、皆さんも少し召し上がれるかとは思うんですけど、はい、ランチタイムですよね。早速こちらを一つお願いします。はい、じゃあお願いします。はい、お、できましたか？いたしました。はい、今日は豆とあとフィッシュを、フィッシュ、はい、フィッシュ、水魚を、はい、ちょっと煮込んでるので色が割と濃くついてますけど、はい、あとポールサンボル、ポールサンボルと、はい、オニオンサンボル、オニオンサンボルと、はい、パパダン、パパダンと、はい、ダールカレー、はい、ダールです。ご飯はあの雑穀のご飯をうちではいつも使ってるので。いいですね、はい、これでおいくらなんでしょう？あと紅茶がついて1000円。紅茶がついて1000円、はい、じゃあいただいてみたいと思います。はい、お召し上がりください。カラピンちゃん生の苗を売り出しました。あるんですか？はい、あります。見せてください。はい、あ、そうそう、カラピンちゃんの苗、はい、一番大きい苗、これが1500円。1500円、はい、でもすごく勢いよくいいですね。まあ今この時期だから。そうですね、はい、で、あと中と小がありまして、これが少し小ぶりのものと、あと一番小さいものと、はい、お値段少しずつ違いますけど、また今こう種ができてますので、はい、おー、できた種を、はい、カラピンチャの種ですね。今日はこのカラピンチャをカレーに使ってます。そうですか、はい、じゃあいただいてみましょう。はい、どうぞ。先ほどの外にあったカラピンチャを使って作ったということで、はい、早速いただいてみたいと思いますが、まず最初にバリプチェックからいきます。バリプチェック、はい、うん、ちょっと辛い。割と今日ちょっと辛めだと思います。チリが、チリが入ってる。はい、チリ効いてます。マスタード、マスタードシード。あ、そうですか。はい、どうしてフィッシュカレーになる。フィッシュカレー、はい、うん、白身魚ですね。はい、はい、うん、今日全体的にちょっとチリ効いてるかもしれない。ポルサンボル、はい、うん、うん、あ、これはそんなに辛くないですね。はい、そうなんです。そしてこちらオニオンサンボル、オニオンサンボルですね。はい、うん、懐かしい感じ。これサンタさんっぽい感じがします。はい、ね、彼のもうちょっと辛いけどね。今日ねカレーが、うん、チリがちょっと効いちゃったので、はい、サンボルは両方とも少しチリ控えてあります。まあでもミックスしながらとか、カレーの後にオニオンサンボルつまむとか、口の中を少し爽やかにしてまた違うカレーっていうのが好きなので、私はこのご飯も美味しいですね。ありがとうございます、ね、ご飯だけでも美味しい。はい、いろいろ雑穀が入ってるので旨味があるね。パパダン、はい、パパダン、パパダン、うん、これスリランカのパパダン、スリランカの使ってます。じゃあまずまずしていただいてみたいと思います。はい、はい、いただきます。はい、はい、はい、いただき終わりまして、はい、いかがでしたでしょうか？はい、スリランカカレーはスサンタさんに、そうです、スサンタスラセーナさんに教えていただきました。スサンタさん、こちらでも一時期、そうですね、1年に1回夜と日曜日にカレーを作ってくださってました。そしてそれを受け継いで今作ってると、いろいろ習ってそのレシピで作ってます。オニオンサンボルがね、はい、スサンタさんを思い出した感じです。あ、そうですか、はい、ありがとうございます、はい、まあ、彼のもうちょっと辛いけど、はい、でもすごい思い出しましたね。スサンタさんに習ったんだなっていうのは分かりました。はい、近所の方たちでスリランカカレー初めて召し上がる方も多いので、はい、カレーの場合は少し辛くしてますけど、はい、全体的にチリペッパーを抑えた感じで作ってます。近所の方も来れるようにと、はい、いうことで、はい、お休みが日曜日ですか？日曜日と祝日がお休みで、祝がお休みで、はい、営業時間は月曜から金曜が、はい、10時から5時まで、土曜日は4時に閉まります。はい、スリランカカレーは、はい、ランチタイム11時から3時までですか？そうですね、はい、水曜日お休みで月火木金土と出してます。水曜日が出ないけど、はい、他の日はやってると、はい、
ね、お電話でご予約いただけると。わかりました。じゃあ確認してからいらしてくださいということで、はい、はい、ありがとうございます。今日は川崎市の梶ヶ谷ですね、カフェ泉さん、はい、コミュニティカフェになります。コミュニティカフェの泉さんからお届けいたしました。はい、はい、ありがとうございました。ほい。